迷惑をよく忘れますが、後でレベルを公開します。できないこととかいっぱいだから困ってるんだよな。時系列的にはバラバラですが、この攻略の前に撮った動画は後になります。いやー一部攻略できないので考えてる最中です。で、未来編第3章攻略してない段階での攻略方法を教えてもらおうか。考えは簡単ですが時間がかかりました。アイテム使おうか悩みましたがガがたくさんいるので必要ありません。最初は壁を適度に出しながらパーフェクトで攻撃。フルボッコが出てくるあたりで壁を頑張って出していきます。最初の目標はとにかくガを倒すこと。1体でも倒せば一気に入金するので、アイテムなしで十分です。さあ最初の1匹を倒しました。これからどんどん入金していくので、財布を大きくしておきます。なお今回攻略にあたり、敵したキャラは残念ながら3体ほどです。編成の詳細は最後になりますが、ラーメン、ジャラミ、ガメレオンに頑張ってもらいます。最近うっかりが多いが何か忙しいのか。次の検査までにちょっと下げておきたい数字がありまして、投薬生活からできるだけ逃げたいんですよ。副作用が大きいですから、まあそれは置いておいて、今回の攻略に使ったメンツのレベルを見たらびっくりしますよ。アッパーを倒したので倍速します。ちなみにウィンディはここから先使い物になりません。フルボッコを少し攻撃したら5体上です。第3形態にしてもダメなのか。初期攻略の中では射程が鬼畜なので無理です。まず取り巻きのいない間はジャラミとラーメンとガメレオン。フルボッコが出てきたあたりで壁とパーフェクトを出していきます。結局ニャンコンボが間に合わずに時間のかかる編成になったわけだな。方法がないわけでもなかったのですが、猫缶でキャラを買わないといけないので敬遠しました。簡単な解決方法があるなら使えよ。迷惑によると独自の考察ってのがあったと思うんだけど、これは持ってないものの私なりに考えた編成と攻略方法です。覚醒ムーとレベル30がいれば簡単に解決しますが、未来編はただいま絶賛攻略中。準備不足でも今月中に取れる狂乱はいただきます。育成する資金はありませんけど、今のユーザーランクだとレベル20までしか上げられないよな。宇宙編までにレベル30は欲しいんだが無理なのか。渋い顔してるとこ悪いけど無理だわ。衝撃使うのずるくね。って声が聞こえそうだけどないものはしょうがないのよ。だいたい衝撃レアが強いと決めつけは良くないわね。一つ、出すのにお金がかかる。二つ、同じコストなら活躍するキャラは他にもいる。三つ、再生産が長い。どっちが強いかというと微妙です。なおこの考察に関しては射程は考えないものとしました。一部のキャラに関しては射程を無視して前進して攻撃できるキャラがいるからです。はっきり言ってレベル依存じゃねえか。四つ、同レベルならかかる経験値が全然違います。状況にもよりますが攻略手順は様々。今回はその一例をお見せします。今回の攻略ではガメレオン以外は衝撃レアは出番が少ないわけだな。時間こそかかるけど迷惑という名の制約の範囲内で攻略します。ちなみにサブでは未来編成派と狂乱コンプに1ヶ月かかってません。大切なのは立ち回りです。この端末はグダグダやってたから時間の割に成長してないんだよな。さすがに3つもテーマを決めて挑戦するのはしんどいです。でもできないとは思ってません。無茶な実会の中でもモーゼは成果を上げました。あの野郎にできて私にできない道理はありません。お前、モーゼってどんな人物かわかってるか。若い頃、わかった、もういいぜ。まあ最初から成人なんていませんよ。こちらの攻略方法ですが再生産がシビアなので思ったほどの成果は期待できません。何かで劣るなら何かで補うのが攻略の基本。今回は体力の高さで勝負です。攻撃力は期待できませんからね。でも限界はあるみたいだな。後でわかることだけどジャラミのプラスが9大点いってないの。30は欲しいわね。混成で攻略するにあたり無理があるということか。覚醒ムートがあれば楽なんだけど、未来編第3章攻略してないので無理です。
だからこその制限された方法の中から選択して、うわぁひどい方法だぁ、でも攻略できるよ、を選択させていただきました。ざっと見た限り枠を二つばかり無駄にしているよな。常時使用ができないだけで有効活用してますので、心配はいりません。要はトカゲの数が減って城の後ろに行くまでの持久戦です。制限されると簡単なステージも面倒になるものなんだな。このステージではダメですが、この端末の持ちキャラ、結構使えます。レベルの制限があるのでどこまで通用するかは今後にかかってますが、楽ではないけど攻めてはあるってことか。ガチャ回してそれなりのものを当てれば可能性は十分あります。難しいことも考えれば手段はあるものです。それって簡単に見つかるものなのか。考えないものにとっては簡単、考えるものにとってはちょっとした課題、それが攻略です。まるまる人の真似をしないでやってみろってことかよ。勉強で学校の教師が教えるのは教科書通りだけ。そのまんま勉強しても100点は簡単には取れません。大人になると常に100点が当たり前になってくるので、勉強だけできる環境に感謝しておくことです。いくら能力が高くってもブランド名には勝てません。学歴社会ってきっついわー。って就職活動で思い知らされます。あっちなみに地域の模試で数学トップになっても、何の自慢にもならないので気をつけてください。うつ主の過去の一つだな。当人曰く記録上は頭はそこそこで、分より部を持って生活しようと思ってたようです。結果会社に買い殺しされたわけか。ちなみに夏休みも正月休みも、ゴールデンウィークもなかったそうです。しかも会社の給料1年目ひどかったそうです。よく犯罪に走らなかったな。でも部長クラスとよく口論してたそうです。でも仕事がノルマ以上に達成できてたので切れなかったそうですが。まあ疲れるものは疲れますよね。それでフリーランスになって腰つべにも参加してるわけか。体の何割か悪くして運動系の動画は断念してますが、にゃんこ以外の動画にも手を出そうと頑張ってるようです。テーマはにゃんこしかできないからテーマを複数用意して攻略してるわけか。端末によってテーマが違うからネタに困らないそうですが、こっちは未来編が終わったら準備して宇宙編を攻略することになりました。正直弱いですがあらゆる手段を使って攻略するそうですので、乞うご期待。まあこうして有言したからには実行してもらうわけだが、できるのか。タワーディフェンスのゲームはキャラの強さは絶対条件なんだけど、制限の中いかに立ち回るかが今回の要と思ってるそうです。しっかしトレフェスをうまく使わないとお宝は取れないから、これの前に撮影した動画も編集しなきゃいけないんだよな。編集と攻略を同時にやる場合負担は大きいけど、証明してこそプロというのが持論。いやー今はいろんな機材が安く買えるからいいですね。スマホ1万もいらないもんな。その辺について日本製の端末は生き残れると思うか。十分生き残れるよ。ビジネスをやってると防塵防水は当たり前。信頼性はやっぱり日本製はいろんなもので高水準だね。自動車なんか世界レベルで見ても文句はないんじゃないかな。関税を上げてもコスト面で安いし、何より簡単に壊れない。軽自動車は輸出できないけどできるようになったら、世界のありようは変わるよ。一応にゃんこ大戦争なので、今回の攻略はどのようなものか説明してくれないか。できないから難しい概念は捨てること。攻略の手順はガメレオンを主軸に持久戦。フルボッコが現れるタイミングで壁とパーフェクトを生産。取り巻きがいなくなったらラーメンとジャラミでトカゲを攻撃。するとどうでしょう。計算上は無理だったことが可能になるじゃありませんか。過去の動画を探していただくとわかると思いますが、基本キャラはプラス30は欲しいところです。でも現状上げることはできません。諦めます。伸ばせるところを伸ばして使えばなんとかなります。今フルボッコのせいで前線が押されてウィンディが活かせなくなりましたが、手を潰されたら別の手を動かすだけ、残りのトカゲは1匹、あらゆる知恵を持って潰していきます。タワーディフェンスゲームなんだよな。そうですね。どこをどうすればそんな概念が生まれるんだ。ではこのゲームで平等な部分を説明させていただきます。初期から枠数は10枠用意されてます。そのうち使う枠を5枠にして、残りを変則にします。以上で決められた数字上の能力も手段を増やせます。
では使ったキャラのレベルを確認しましょう。未だにレベル1ですが十分使えます。そして基本のレベルは20前後。狂乱はレベル低いですがここまでなら問題ありません。レアはパーフェクトだけ突出してますがガチャの関係です。チャラミのプラス値を見ていただけましたか ?20 以下でも使えるには使えます。ムートは前に撮影しているステージ攻略のために30まで上げました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。これで攻略できます。